女性性からら見てて男男しくねえなって思う男性の特徴自、うん、自分に自信がない女の子にどんな人好きってタイプ聞くとうん、うん、引っ張ってってくれる人っていう子が結構多くて、はいはい、これってやっぱイコール自分に自信がある人に私はつながると思っててそうだね自分の選択に自信があるそう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 それができないオスはやうそうそ、ね、うそうでしょうな <laughs> こ,れこれ僕難しいと思うのがね もう本当に自信の塊、自信しかないっていう人は僕はいないと思うんですよ。うんうん、うん、まあね、うん。逆に極端になると危ないしね。うん、そうそうそう、怖いから。そう、人の話聞かなくなるから。うん、そ,うそ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 う。だから、極端な人は、本田圭介ですら、うん多分深いところでは自分に自信は持ってないと思うんですよ。うん、難しいところなんですけど。わかる。うん、だけど、自信がないようには絶対見せないっていう,うか、ね。 ことだと思うんですよね。うん、否定されるのを嫌がる人も結構。そうそう、そう、そういうことだと思います。ねうん、だから、最初から正解を求めちゃうっていうから。そうか、そうか、そうか。正解を知らないと行動できないから。まさに、そうかも。 確かに注文してまずかったら、それだけでも一つのネタだもんね。そうそうそう、ネタにしちゃえばいいんですよね。そうだよね。だから、ダメ、否定されたっていうことイコール失敗じゃなくて。ああ、そうそうそう、本当そう、失敗じゃなくて。それを有効活用するっていう考え方ですね。じゃあ、そうすると、普段の決断がどんどん早くなる、早くなるというか、決断に自信を持てるようになってくるっていうことですね。そう、なんか習慣だと思いますね、こういうのは。